車場の僕の車の前に、かっこいい。さあ、これがバルトです。250馬力ぐらいまででマニュアルだとなんか楽しいっていうか、自分のテクニックと、まあ、そういうのも含めていいと思うし、やっぱねシフサーキット走と思うのは、シフトアップしながら、シフトアップじゃないや、例えば1コーナー越えた後の2コーナーに入るときに、そのなんつうの、加速していくじゃないですか。1コーナー越えてそこから加速して突入するときに、やっぱね
その2コーナーまでというか、まあそのね次のコーナーまでの距離が短いとやっぱりなかなかねシフトをするのが結構頻繁になっちゃって、結局ねなんか速度ばっか気にしちゃってクラッチ踏んでギアを変えるっていう操作がどうもねやっぱり大阪になっちゃうんだよね。僕はなんかダメなんだよね、そこがね。本当はきっちりきっちりちゃんとこうやっていかなきゃいけないんだけど、気ばっかりいっちゃうからね。そうなると結局なんか酸素の全開みたいな感じになっちゃってね。でも4速にすると次酸素の不足ってこうシフトダウンしなきゃいけないから、そう考えるとやっぱりなんかどうしてもね気持ちは先行ってんだけど排気量がちっちゃいと意外となんか身の丈に合ってる感じのあれもできるしね。あ、逆か、排気量がでかいと意外といいのかな。レーシングカーとかでシングルで真ん中にシートがあるやつはその、まあ、今はね2ペダルだからだけど、昔はその昔っていうかね、あの今でも売ってるのかな、そういう小排気量のやつをちょっとレーシングカーに改造したやつはだいたいマニュアルシフトだと右側に、だからサイドシール、右のサイドシールのところにシフトがあって右でシフトをするというね。やっぱりクラッチが左でミッションを右で動かすという方がやっぱりどうしてもこう重心で